3つやろ、うん、3つ、うん、はい、みんなおかえり、ほいらいら。那就等等一下下ね。みんなどうですか今日はね、あの楽しいお話聞けてますか。なんか今日私あんまり日本語が出てきてない気がするんだけど、いつもかこうなんかね、日本語が下手っていうのは致命的だよね。なんか自信あったんだけどね、うん、勘違いだったかな。まあ中国語も大してうまくもなんともないんだけど、ホイライラー、はい、みんなホイライラー、頑張りますよ、もうちょっとね。よし、こうかな、はいと。いや、私が言ってることみんなわかる？大丈夫？哎，回来了。嗯，还是断掉了。嗯，不好意思。不会，没关系。不会，我们回来了。大家回来了吗？嗯。偷偷说坏话，我没有。我说我自己不好，不够好，好吗？那有时候我真的忘记我自己在讲中文还是日文。哪个部分翻成翻过了，我都忘记了，真的很糟糕。我还以为我可以，不会很厉害。没有啦，ありがとうございます，谢谢。嗨，じゃあ行きましょう。那我们刚刚听到这个，是俊鹏的回答，然后就这个，我觉得这个观众也是看得很仔细。嗯，那。那第这个交威这个部分呢？嗯，我的部分，我再次好，これじゃねえよ、間違えた。あのこれだね。これだ。うん？あこれじゃこれでもない。え？あこれだ。あ？ちょっと待ってよ。刚刚的问题的话，去哪了呢？你啊，これだこれだ。ね、はい。这个弟弟在跟哥哥交往以后的发型跟这个造型哦，这个部分，赵薇呢，这是怎么塑造的呢？因为其实傅永杰在前面，他其实蛮黑暗，也蛮压抑自己的。嗯，对，他这辈子其实没有得到过真正爱人还有被爱的感觉，所以他。也算是他第一次谈恋爱，所以他跟哥哥恋爱之后，其实他的个性上就有很大的转折。对，就是大家前面其实很聪明，就是做了很多事都很聪明，但是谈恋爱之后就突然变得很笨，只听哥哥的话这样。对对对，ね、あのやっぱり腹黒の弟ね。あの私やばい弟って言いましたけれど、その弟だった、ところ、ね、本当に人を愛したこともなければ愛される感覚もわからなかった弟がお兄ちゃんを 初恋でお兄ちゃんのことを好きになって、それで、その愛情を感じられるようになってから、ね、あの最初はね、非常に聡明な弟だったんだけれど、恋愛をするとね、バカになるんですって、うん、だからちょっとそういうなんかあの おバカな弟に変わったって、そういうところもあるんですね、うん、对，然后其实在造型上面就是前面其实都把他为了让他黑暗一点，其实都只穿黑白灰三个色系，是是是，あの对，ま、前半のね、ちょっと暗くって頭が良くって腹黒でやばい、そういう弟は黒とか白とか灰色のそういう三色の色しか着てなかった。嗯。对，然后在一起之后，导演就觉得我们应该除了个性上，应该让我整个外观都更阳光、更缤纷、更像大学生。哦、对，然后我们就穿了很亮的颜色，像是。
纯白或是粉红色，嗯，对，然后很多色系的，然后头发也打开。这个，哦，这个是跟导演，你跟导演是商量的。前期我们在设定的时候，在定妆的时候，然后后来我们在设定发型，然后导演就觉得我就是露开刘海，感觉整个人变得很开朗、阳光。哦，对，所以他最后跟导演讨论，就是决定让我多一点造型设定，让转折大一点。哦，やっぱり付き合ってからはね、見た目も変えようということで、あの髪型もこの刘海ってなんだっけ、前髪を作るっていうのかな。と前髪を作ったりね、その前はずっと分けずにマッシュルームヘアみたいな格好だったけれど、あのその後は前髪を作ったり、あとは着る服も色のあるものを選ぶようになったり、その辺もあの前の方はね、そういう、ドラマデザインだったっていうお話でしたけれども、後の方は大学生らしく色とりどりの服を着るようになった、そういうふうに見た目でも大きく変えようっていう意図を持って作られたっていうお話ですね。设计的很棒的，就是观众的话，就是看到你的那个样子，就是跟以前不一样了，没那么黑暗，多了一种真的恋爱的感觉。哦，啊，ね、恋してる感じなんですね。好，谢谢。那我们这个是想问题的事情就差不多就这样子，然后我们还有事情，就是想跟你们聊，然后就接下来的话，これだ。日本观众想对两位说的话，我来选出几则日本观众想跟你们分享的话，然后就我来这边翻成已经翻成中文了，所以的，然后就我来念给两位听，然后好，就想在这边也是享受一下，好，そういうことですね。谢谢。楽しんでいただきましょう。はい。まずはこれどうですか？ね。一个是一心一意的爱着哥哥，却又孤单，而且刚愎自用的弟弟。一个是受到弟弟给的勇气，才接受自己而把弟弟的武装给卸下的哥哥。我真的很爱这样永性 CP 的相辅相成的关系。你们两位的演技是把纠葛、决心、爱情等的感情表现得很好，让我无法自拔。面对父母的那场也是非常令人感动，永远幸福这样子，永远幸福，永远幸福，永远幸福。那这也是你们爸说的话，一句话。我们最后再干杯，永远幸福。干杯的时候，是对。あら、これでみんな見える？見えてるかしら？あのこの質問じゃねえや、感想。見えてる？有看得到吗？看得清楚吗？看得清楚。OK。はい、はい。ね、永遠幸福。我觉得爸爸如果是在新宿二丁目的话，会很受欢迎。啊，不给点的，很有爱的爸爸，对，包容我们。我觉得二丁目的我的周围的朋友们很喜欢，就是你们的爸，不好意思。我们也很喜欢我们的爸爸，对，我们也很爱我们爸。哎，他们可能会抢走了。あの2丁目じゃお父さん絶対モテると思うんですよね。2丁目 の, あの、
私の仲間たちはひょっとするとお父さん連れてっちゃうかもしれないけど。はあ。それから、はいよ。これだな。はい。接下来、ね、次の感想です。お伝えしましょう。はい。これでどうですか？看得清楚吗？有人说很模糊。嗯。还看得清楚啊？可以。OK。那近距离爱上你的每一场景。每一场景都是非常又非常非常美又可爱，有时候很好笑。虽然接近尾声的时候感到满满的落寞，不过作品播完之后，你们透过 IG 的直播官方的账号，给予我们很多的快乐，让我每天过得很开心。这样子，就是你们的剧呢。这个是给了观众这个活力，每天过的活力。みんなあのねドラマからあの活力をね生きる力をもらってるそういう話もいっぱいありました。あなんとか見える。其实我们自己也蛮到后面快结尾的时候也蛮舍不得的，就每看一集感觉。我们又更接近尾声，然后很想要跟大家道别，但其实我是说距离的道别，对，但我们私底下其实还是很常相处在一起，然后我们也很想要让大家看到我们其实一直都还在，就是我们这段情谊一直都没有断，所以我们很常在 IG 跟大家互动，真的很棒。我觉得很多很多观众也是喜欢看你们的这个互动、嗯、因为很自然，我们四个人就是因为太熟悉了、嗯、对、嗯、我们而且都相处起来没有压力、嗯自分たちもね演じていてドラマが終わりになった時にはやっぱりさよならしなきゃいけないからあの寂しい気持ちもした。でもあのそれは距離の上での、お別れで、実はあのプライベートではねずっとつながっていられるから、はい、で、プライベートではつながっていられるから、そのインスタライブだったり、あのおうおうおうインスタライブだったりつながっていられるので。そんな寂しいこともないっていうそういう話ですね、うん、はい。じゃあ感想はこの辺まで。はい。じゃあはお、あね、ほらドラマ終わった後も終わった感じがしません。有人说播完最后一集播完之后还是觉得这一句还没结束，嗯，还。我们自己，我们自己也是觉得很像很快、这一段旅程就很像一场梦，就是到了最后一集之后，真的从我们开始筹备开始拍，一直到现在剧都播完，就这一段旅程就很像一场梦，就很快的就过了这样，然后还不想要醒过来。やっぱりあの準備の段階から含めて撮影っていう風にあの時間が全てね楽しくて夢のようだったって今でも続いてる。あらららららあ。俊我还好吗？那边就是还是卡住。我好像是我的问题还是？我哥卡住了。我这边也是。是吗？对。我、这边也是，这样可以吗？这样可以吗？哎、欸，回来了，这样可以吗？可以了，可以了，回来了，回来了。我刚，网络突然断掉了，这样可以吗？对，就是，大丈夫，大丈夫，大丈夫。那我也觉得大丈夫，但是我大丈夫と思います。没关系，就 live 就是发生很多事情。我回来了。
おかえり。おかえり。你说你说ただいま。ただいま。あら、なんか2回目だけど聞こえたの。嬉しいね。あ、好。那那就俊鹏是有刚刚有听到吗？第二个感想的事情。我刚刚，好像很从，我忘记我从哪里断的了。哦，没关系，就是直播就是这样子的，嗯。そういうことなんですよ。じゃあね、もう次のコーナー行っちゃいます。もうね、接下来我们就是ね、あの新司の痛いの痛いの飛んでいけを生で見たいっていうことで。ね、この请哥哥用中日文隔着荧幕跟弟弟说空洞飞走。これをね、あの痛いの痛いの飛んでいけよ、ね、あの中国語とそれから日本語でやってもらおうかなと思うんですけど、ね、じゃあ、あの今ね、あの純本はその痛いの痛いの飛んでいけわからないので、それで今ね、ここで習ってもらいます。ね、我要对弟弟讲日文的吗？日文、那好、那就是日文的。OK、好、那就是日文、ね。日本語でやってもらいましょう。あの、ね、痛いの、あ、我来了、我先、我那现场、现场这教学。现场教学、好。ね、あの今あの日本語教室始まりますよ。痛いの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 。飛んでいけ。飛んでいけ。痛いの。トン飛、就是トントン飛走了。你可以完整的讲一次吗？痛いの、痛いの、飛んでいけ。痛いの痛いの飛んでいけ。そうそうそう、这个是痛いの这个是日本的痛痛飞走。啊，痛痛。也是一种魔法。啊。这是第二集嘛？我们这边的话是第二集。OK， 嗨，じゃあもう一回やってもらいましょう。那我要摸我的头。好。我在哪一边？你是在右边，所以是用你的左手吧？对对对，然后呢？是，对，这样，啊是，现在是完美了，完美了 ，OK， 好，来，三二一，痛いの痛いの飛んでいけ，愛してるよ，素晴らしい。非常棒的，真的真的很有默契。有吧？我们默契不需要培养。真的，这个不是偷练才可以的东西的。那こんなの隠れて練習したって上手にならないわ。好，那就啊，对，我们还有一个阶段。お互いへの告白タイムということでですね、あの先にお二人から私、お預かりした、まあ、手紙ですかね。我们就是我说到这边，就现在就是互相告白的时间了。嗯，我是提前收到你们的这个对给对方的这个信嘛。然后。现在就是请你们，对，就是跟对方告白，这样。好。好。来、那我先。就是好像好，你们都好像跟对方没有说过的，来，也是有一，好，那就是哥哥先，来，君鹏からやって、あの、もらいましょうか。で、私それ中国語のものをあのお話し終わった後に日本語にしますので、ね、はい、どうぞ、好、在
我和在和弟弟相处的时候呢，其实弟弟你也给了我很多安全感，然后就是看到你的时候，我就会感觉很踏实，然后很安心。然后因为我觉得最重要的是因为你很了解我，然后我自己也很了解你，所以我可以在你在可以在你的这个面前很放心的做自己，不用有任何的拘束或限制。然后你是一个对我来说很特别的存在，谢谢你，谢谢，爱你哦，爱死你了，爱死你了，我也是在摆这个姨母笑，哈哈一緒にいるときは。チャーウェイは僕にとても安心感を与えてくれます、ね、会った時には気持ちが落ち着いて、安心できるのです。でチャーウェイが自分を理解してくれる人なのだと分かり、そして僕も弟のことは理解しているはず、だから安心しきって自分のままでいられるし、何のこだわりや制限も必要ない、とても特別な存在です、ね、素晴らしい。どうですか皆さん聞きました？タイパン安全感对、有人哭了、好，我要哭一下我来吗？很感动，因为 他很少跟我说就是他内心的想法，对，所以我就觉得很感动。开心吗？感动。开心，开心。純本はね、あんまりここ心の内っていうのかな、なんかあんまりお話しすることがないそうで、ジャウエもすごく感動したって言ってますね。那就ジャウエ to 純本的这个部分。好。就我想对俊鹏说，其实我们从拍摄前一开始其实完全不认识，然后到我们慢慢的去熟悉彼此，然后拉近我们两个之间的关系，到我们磨合，然后已经可以把心现在交给对方。其实我觉得我们不只是工作上的战友，也是可以交心的好朋友。对，然后我也觉得我们更是可以依赖对方的家人。对，因为他对我其实他真的很像哥哥一样，他在我可能遇到困惑然后自我怀疑的时候，他会用他的经验来就是告诉我他之前的经验过往的经历分享给我，然后希望可以开导我一些不一样的想法。对，然后我也觉得这一段时间其实我们真的是很熟悉彼此，然后可以互相的去依赖对方，然后这会是我觉得会是我这辈子最深刻的回忆。我也很感谢有他。哭一下，哭一下，爱しているよ。啊，好感动啊！你们是第一次听到，ね、撮影の前までは全く知らなかったけれど、撮影が始まってからは少しずつ感情の積み重ねを経てだんだん親しくなっていきました。僕たちの関係がいろんな出来事を経てお互いに、自分の心をさらけ出せるようになった。仕事の上での、戦友なだけではなくて、心でつながることのできる親友なんだと思う。というよりは、お互いに頼りにできる家族。純本は本当のお兄ちゃんのように、ね、僕が、困ったり悩んだりしているときに自分の経験や、自分の経験を話して聞かせてくれる。で、ね、そして僕の考えを広げてくれる。
で、のこの今のねこの時間が、僕たちにとって大切な道のりで、そして、大切な思い出になると信じています、と、そういう、お話です。みんな泣いてんでしょ、是不是大家在哭了自己也哭一下对呀、啊嗯、我就是默默看是留言对，真的很感谢俊鹏啊，就我们这段时间真的我觉得很，因为我其实是一个蛮慢熟的人，但是我们可以在这么短的时间内变得这么的紧密，然后把心交给对方，我就觉得其实到我现在我很难做到这样，但是他是第一个可以这么快让我把心一就是交付给他这样。チャーウェイの方はね、親しくなるまで時間がかかるそうですけれど、ジュンポンはもう初めての人だってね、こんなに短い時間の中で自分の心をさらけ出せるようになったあというのは、ジュンポンが初めてっていうことですね。抱一个，抱一个。我在这边。好，那我们的差不多时间了，ね。というわけで、そろそろお時間ということで、もう10時半、台湾では9時半、台湾就是差不多快要9点半了。嗯。というわけで、皆さんお待ちかね。もうフリーで時間到了、サービスタイムやってきましたよ。两位请摆出一些有互动的动作给观众截图拍照。スクショのでサービスタイムです。というわけで、また今日も3つ、そう、永遠幸福、兄友弟恭。ね、その2、ポーズをやってもらいましょう。というわけで、私がまたキューをしますから、我会キュー你们的，然后你们就是摆一下，是三个 pose。好，好吗？好，好。嗨，那就是来第一个哦。好，可以吗？有想好吗？有有。好，就是有默契的。对，第一个来三。二一，都走。过来呢。对，这不错啊，是对。俊鹏在前啊，对，就这样完美啊，在。对，这样子，嗨 ，OK， 很漂亮。どうですか、皆さん、撮れてますか？綺麗なハートです。ね。はい、好，谢谢。这很完美了。完美的爱心。对，我就是不需要调整的感觉，你们自己可以完美的摆出这个 pose。那第二个呢？第二个要什么呢？第二个，你要摸我吗？等我一下，等一下哦。这样，这个啊，じゃあ二つ来るね。顎を触る。哎，再进去。是完全一点，你的手，对对对，哎，どうですか？好了，嗨，もう今これでいいわ。はい、どうぞ。もうこれで撮って。美しいわ。はい、谢谢。どう？みんな撮れた？もう、そうよ、もう到了。有吧，我们应该对得很准吧？对得蛮准的，我这样看是蛮好的。ね、その二人のその位置とかね、完璧でしたよね。はい、じゃあもう一個、那就最后一个好了。那最后一个是要什么呢？有想好吗？
有想法吗？好，好，我们这样有吗？好了，哎，这嘉威，对对，哎，对，你们就自己就可以了。はい。那弟の反撃、弟弟的反攻。はいはい、もう素晴らしいです。这样就完美了。はい、どうぞ取ってください。厉害。好。啊啊啊啊！被咬。どうですか？みんな取れた？ね。はい、じゃあ今日はもう時間が来てしまったのでもうそろそろ終わりのお時間ですね。じゃあ我们差不多时间到了。今天就是非常感谢两位。嗯，就继续你们的以后的合作，还是是直播上，希望就多多看到你们，你们就是近距离爱上你的四位好了。ね。好，没问题。じゃあこれからも近距離愛さんにをどうぞ、よろしくお願いします。你们有什么最后想说、想跟是日本的观众还是观众说的话吗？嗯，很开心可以在日本跟你们相遇，所以希望你们多多的支持我们近距离爱上你，因为里面真的有很多很有趣跟有很多。很棒的一些戏跟一些感情，我觉得我相信你们也可以感受到，我们四个人，我跟弟弟还有立纯跟牧人都是一个很非常非常投入很真的感情在里面的一个戏，所以我觉得应该可以感动你们。嗯嗯，あの今日はね、日本の皆さんとこうやって、お互いにやり取りができてとても嬉しいです。でぜひあの隣の君に恋して応援してください。中にはね、あの4人で、心を込めて作ったドラマ、皆さんのことをに感動を届けられるものと思いますと、そういうお話でした。谢谢。哦，然后在那个 Video Market 跟 Rakuten TV 都看得到。ビデオマーケットと楽天 TV で見ることができます。うん、はい。那じゃあ、最後一句好了。谢谢。好。ぜひ見てね。素晴らしい。素晴らしい。完美。谢谢两位。那就时间差不多了。好。大家晚安。皆さん、さようなら。おやすみ。おやすみ。おやすみ。你们结婚吧。好，谢谢。谢谢，辛苦了。ありがとうございます。あれ、これはどうすればいい？あ、你们也可以退出了，还是我不敢听你们了。好，那我们退出。那我关掉喽。好。拜拜拜拜拜拜，谢谢。